マスターこんな感じでいい。人の心にしみる桑田佳祐の詩は万葉言葉が出てきたり女性目線だったり、またちょっとエッチだったり、まさに変幻自在。そんな言葉たちはどんな風に浮かんでくるのでしょうか。姉貴の影響とかあってね、やっぱりなんだろう、こう古い万葉言葉とか、あとうちの親父も佐野さんが好きだったりとか、ちょっとそういうなんだろう、 色町的なもんとか、お醤油、お清油っていうような、なんかその雅日本みたいなものがシャレで好きだったんですよね。だから60年代のものと70年代のものと80年代90年代のものってやっぱり僕の中にあるじゃないですか。だからその辺のこう仕分けっていうのは、例えば私の世紀末カルテなんて曲はやっぱり90年代のものだと思うし、やっぱりどっかでこう病んでるっていうかな。戦うことや傷つくことは拒むけど、なんかもうなんか目がいっちゃってるというか、呆然自失としちゃってる自分とか、一人の40代の男みたいなものあるじゃないですか、90年代って。で見つめ合うと素直におしゃべりできないっていうのは、どっか目ん玉の中に星が入った35年前の子供の自分がいたりするわけでね。見つめ合うと素直におしゃべりできない。35年前の自分が生んだというこの歌詞が津波で一番最初に浮かんだフレーズ。本当は見た目以上涙もろい過去があるというところも自分の内面に重ね合わせた部分でした。直筆の詩には直した箇所や悩んで括弧にしておいたところから曲作りの難しさが伺えます。この曲だけでなく、曲作りにはいつも自分との戦いがつきまといます。桑田佳祐にとって曲を生み出すということはどんなことなのでしょうか。曲ができないということで、もう本当に夜眠れないとか、暇じゃないけど寝てたら起きちゃうとかってしょっちゅうある、誰でもあると思うんですけど、まあそれは誰でもあると踏んでるんですよ。だからことさらそれを大げさに言うつもりないし、だけど曲ができないとか苦労した、なんだろう、できないできない、でも生まれたって時のね、なんですか、達成感っていうのはものすごく大きいんですよね。だから新曲作った時ってやっぱりね、なんだろう、ある意味で肩の荷が下りるっていうか、その曲ができた瞬間ってやっぱり、特にレコーディングの最後の工程がもう終わった瞬間ってやっぱり、ある種自分の中でもうこれで死んでもいいやと思うくらい達成感なんですよね。イベント終了後、ファンの方々に聞いてみました。なんかすごいビッグになって、すごい桑田さんが遠い存在のような感じだったんですけど、今日みたいにこう身近でやってくれたっていうことがもう20年ぶりっていう感じがして、すごく嬉しかったです。大ホールもいいんですけど、こういうとこでね、もうなんか汗が飛んでくる雰囲気がやっぱり、距離感が近いっていうのも最高です。もう高校、あ、高校生あ、そうですか、はい、イベントの帰り、美香さんと矢野倉さんご夫婦のサザンファン同士が友達になりました。あれでサザンと正面から、サザンを正面から見たって感じなんですよ。でその時にうちのお父さんがその海の家を買ってきまして、お父さんなんか何気にちょっと聞くって感じなんですよ。お父さんなんでサザンなんか買ってくるの、こんな感じですよ。もう見えばっかり張って、ちょっとやめてよこんな昔のとかちょっとバカにしてたんですよ。でそのうちだん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 聞いてたんですよ。ちょっとあれ何これあーっと思いまして、で初めてそこで小川さんの正面で見たって感じで歌ってて、その時に見たんですよ。あーもうこれダメだ、やられた。イベントの興奮がまだ冷めない美香さんは新幹線を降りるまで喋り続けていました。すっごいそれで初めて人のオーラを感じたっていうか。そしてこちらはイベント会場の行列ではありません。
飛騨高山で人気のラーメン屋さん。店内にはサザンの曲が。実はここの家族は全員がサザンの大ファン。ご主人の富田義弘さんはサザンのことなら知らないことはないという筋金入りのファン。奥さんの里子さんはご主人と出会って強烈なサザンファンに変身。当然そんなご夫婦が営む店ですからサザンの曲が流れ続けているのです。店内の壁にもあちこちにサザンのメンバーの顔。そしてこちらがお子さんたち。8歳の長男と6歳の長女です。富田圭介です。富田しおりです。サザンの名曲しおりのテーマから長女の名前、桑田圭介から長男の名前をもらったことは言うまでもありません。まさしくサザンファン一家といったところ。そしてこれがご主人のサザンコレクション。これは新品なんですよ。アルバムが出たら全部2枚ずつ買ってて、1枚は聴くよ、1枚はこう部屋に置いてるという。だから書物が出ても1個は見てボロボロにして、もう1冊は本棚に置いてあると、そういう形です。これなんか笑っちゃいますよね。これはですね、これを CD にしたのはこれで、これは昔のアルバムっていうのを少しお値打ちに出した、ハードケースじゃなくてハードケースなしにしてお値打ちに出したものなんです。だから同じもの、中身は同じなんですよ。中は同じなんだけど、これだけで嬉しいんですよ。ファンってのはしょうがないもんですね。お父さんのコレクションにはただただ頭が下がりますが、カエルの子はカエル、圭介くんも負けてはいません。これ何？サザンさん。大森さん。で、この人が原田圭です。原優子。図工の時間に作ったそうです。やっと本物見えるな。嬉しい？子供たちも今回のイベントを楽しみにしていました。翌日、店には張り紙がされました。都合により本日休業。行列ができるお店でも何より家族の大切な都合を優先するのです。これで準備万端と行くはずでしたが、しおりちゃんが熱を出してしまいました。38.3。かわいそうですが今回のイベントは諦めなければなりません。お母さんはかなり迷ったようですが、近くに住むおばあちゃんに預けて出発。イベント会場に向かう車の中でももちろんサザンの曲。イベント第3の地は名古屋です。この地を訪れた桑田圭介はイベントの前にラジオの収録に向かいます。地方のラジオ出演はその土地のファンとの接点として大切にしています。さあ、サザンオールスターズミレニアムスペシャル、ここでいよいよご紹介です。本日のメインパーソナリティ、サザンのことなら俺に聞け、アントニオ猪木のことも俺に聞いてくれ、サザンオールスターズ僕の桑田圭介なんです。どうもこんばんは。どうもこんばんは。はじめまして。どうも今日は一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。でも今初め普通に出ましたね。は
あ、今ですか、いや今あの振りをすれば、うん、ウィースって来るかと思ったんですけどもすいません、そのまま言っちゃうじゃない。いやいやもう全然構わないんですけども、ごめんなさい、すいません。いやでもあの、桑田さんの、このリキッドルームの、初めあの久しぶりにあの距離だったからかもしれないですけど、緊張してませんでした？緊張してました。ですよね、やっぱりお客さんの顔が本当ここに見えるっていうね、1メートル真下に、それやっぱ嬉しいですよね。ラジオの収録で話題になったのが、去年新宿で行われたこのライブ。久々に小さな会場でファンを間近に感じたことが、今回のイベントを思いつく引き金となったのです。そしてこのライブがきっかけで誕生したのが津波です。まあ、その時にいろいろその後に声を聞いて、2000年実はバラードの歌が欲しいみたいな、そっからあの実は津波につながってきたらしいですね。そうですね、だからあの過去というかこの2年ぐらいですね、やっぱりあのゼロメッセンジャーとかそのちょっと、パラダイスとかね、イエローマンとかちょっとまあなんて言うんでしょう、あのサザン の王道っていうのかな、なんだそれとちょっと違うと思われるように尖った感じをね、新境地開いてましたよね、出してたんですが、なんかこうファンの人たちがこうキャッチャーミットをこうサザンの方向に向かってこう構えてるような感じがしたんです、これ持ってこい、ここ最近ここ投げてないじゃないお前みたいな、はい、怖がってんじゃないこれみたいなね、ここズバッとこいみたいな、あの楽に、このキャッチャーミットここ、みたいな、やりましょうよみたいな、まあ、その言いたいことは分かるけどみたいなね、なるほどね、だからそこ縦首に縦に振って、あの軽く、まあ、投げてみたみたいな心境なんですよね。ああなるほど。名古屋の会場はビルの最上階にあるホール。桑田 Q&A というコーナーに行きたい。はい、スタンド。今回のイベントでは歌だけでなく桑田佳祐に直接サザンのことをいろいろ聞ける質問コーナーが設けられました。お母さんですか、お子さんいるんですか、そこに。はい、どうぞ。うちも今日家族できてるんですが。ああ、どうぞ。で、子供が小学校今2年生なんですね。名前は？名前なんて？富田佳祐。富田佳健二？佳祐か。佳祐。おじちゃんも佳祐。僕もね、この駒になるとね、ロックミュージシャンもここまでになると港にいるんですよ、これが。まあいいんですけど、それ置いといて。で、最近よく宿題を聞かれるんですけど、もう小学校2年生の問題がなかなか難しくって、最近ちょっとピンチなんですね。桑田さんは何歳頃、何年生ぐらいから子供の勉強がピンチになりましたか？私が子供の時ですか？いえ、桑田さんのお子さんの勉強見れなくなったかなって。私の子供の勉強を見れなくなったのいくつぐらいかと。サザンの活動と関係あるでしょ。人生の相談になったのよ、ね。いや、私はもう昔からね、子供をね、奥さん、全然私ね、教育をしてない。私は 腹がね、まあこうなんか分度器を使ったりいろいろやってね、腹の結構やんぞ、うちはね。私はもう全然、かわいいね、お姉ちゃんね。じゃあ最後の、はい、どうぞ。この地方の習わしで、太巻きを丸かぶりするといいって言われてる。何？太巻きを何？丸かぶり。あ、丸かぶりするんですか？はい。恵方に向かって。何？恵方に向かって。恵方って何？あの、その方角、今年の方角とか言って。西南西。幸せの方向。あ、向かって。